新時代の設備監視システム、アイコモンズ。活用例。アイコモンズは様々なエリアで活躍することができます。駅設備内では空調、案内装置、放送装置、ホームドア、電灯、待合室、トイレなど。電気室内では電圧、機器故障、UPS、ネットワーク機器、温度、ドア開閉など。沿線ではレールの温度、盛り土の水分量、橋梁、電力柱の傾斜、器具箱、踏切、架線など。そしてアイコモンズは設備の場所や種類にかかわらず、一つのシステムで一度に監視することが可能なんです。より詳しい内容はリンクからご確認ください。